こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、函館記念競輪最終日。えー、今回は、えー、12レース決勝戦の予想をおこりしたいと思います、えー。12レース決勝戦のメンバー、ご覧の9人ですね。えー、っと、まあ、特別が終わったばかりということで、やや、まあ、小粒なメンバーだったんですが、 新さん渡辺雄太がどう戦うのかそしてまくりを交えてふふくち完全復活してきた南秀治や、えー、っと前で戦うことを選んだ諸橋がも楽しみです前を走る任、ま、された選手がどう動くかというのもあの注,目し注目できればなと思います その中で私の本命は、えー、っと、新山京平が積極的に行くとみて、森沢大使の抜け出しですね、を本命にしたいと思います。 えと森沢にマークするは斉藤俊信も調子いいみたいですので決勝戦結構強い印象あるので逆転の目、えー、それからあの前を走る渡辺優太南修司諸橋恵というの、えー、この3人へもあの重みは違いますが抑えてみました。 はい、えー、ご覧ではですねもう少し詳しくいってみましょう、まあ、変則的な4分線ですね南秀司が短期なんでご覧の4分線3人ラインがいるのが南関と北日本ですねちゃんと綺麗に並びまして分かりやすい構図特にやっぱり新山 VS 渡辺っていう 構図ですごく物語性が強くなりましたよね。ということでえじゃあやっぱり注目は新山と渡辺の自力争いってことになるんですよね。えもう少し、えー、と決まり手をまずバック回数からバックホーム回数は新山が。 抜けてます渡辺も9回あるんですが最近はそんなに積極的な印象ただ逃げるときは逃げますからね無理がけはしないっていうタイプでしょうね他にバックがついているのは渡辺マークの「斧3回諸橋もあ1回ついてますね番手まくりしたときかな スタート回数は内藤が4回で圧倒的です。ただ6月の新ルールからやっぱり枠順がスタートに大きな影響を与えるようになったんで合法なってみんな行くようになりましたからとなるとやっぱり新山が一番車なんで渡邊雄太あんまり前取るっていうのが考えにくいんで新山が取っちゃうんじゃないかなと思います。 さすがに前を取って、じゃあ、誘導ピッチも以前と比べて1周2秒上がって、被らないかって言ったらそうじゃないんで、南が前を取るっていう可能性は低いと思いますね。あくまで自力、他の自力の様子を見ながら、かけれる選手、残り一周でもかけれる覚悟のある選手だったら、前を取るという感じですよね。 となると、まあ、気になるのはスタート回数が森沢斎藤俊信が少ないことではあるんですけどまあ新山が自分で行っちゃうでしょうねこれだったら誘導員の後ろにその新山を、えー、渡辺裕太がいつどの,あの仕掛けのスピードで叩いていくのか というのがポイントですおそらくですね、えー、ゆっくりやっぱり渡辺雄太最近戦法を見ててもやっぱり自分が残る選考が多いですからねまくりの方も多い新山もあの決まり手としてはまくりが多いんですがこれはまあおそらく逃げて残れないっていうのはあるんでしょうねでやっぱりここにそう見てて渡辺優太は 岸和田をダービーだったら3日目だけで3日目の準決勝だけで7着に沈んでますし、うん、あの時は突っ張って逃げたんだと思うんですけどまく、はい、られて残れなかったですよね、まあ、岸和田が400としては逃げが残りづらいバンクっていうことを考慮してもちょっとどうなのかなとさらに 二次予選、今回の2次予選も逃げて4着ですかちょっと調子が気になるとこですよね一方新山はもう毎回のように逃げてますからね新山も、えー、と岸和田ダービーは準決勝で逃げました、えー、残念ながら5着に沈みましたねまあ一生もできなかった 今回も1勝もできてない、まあ、調子がどうなのかっていう懸念はありますよね。この2人しかバックを取ってません。まあ、岸和田ダービー自体あの、決勝戦でバック取った人間っていうのが、その開催で取った人間が、えー、初,初日特選3着の脇元になったんで、 やっぱりバック取ることに、バック取る、逃げるっていうことに慎重になってこ、こざるを得ないの、流れになるのかなという気はしますね、これからは。なので、えー、っと、渡辺がどういくか、一度前を切って、 新山を待つとかいう流れもあるんですけど、そういう飛びつきとかし,もうしないですからね、渡辺は。持つところから行くっていうスタイルが渡辺だと思います。おつ見ていきましょう。おつは、やっぱり新山番手の森沢の抜け出し、特にですね、新山の残りよりも、斎藤利信への突き抜けが、 人気になってますね13.3倍オッズは割れてますがこれが一番人気でしょうか前日1着これまた1着を取った斎藤利信ですが8番車折り返しとなるとさすがに44倍と刺すのはきついと思われてるようですね他もみんな割れてますよね南も人気あるし 南は穴人気してますしねやっぱり調子がいいっていうのが反映されてる逆に新山は15、まあ、で23倍だけどそんなにいいとは思われてないあと渡辺が3419.7倍小、えー、野が小野だとむしろこれも渡辺の残り目四三の19.7倍より突き抜けの47十17.3倍が人気あるんですよね うん、なるほどやっぱり逃げ切りはな逃げ切りは難しくなってるっていうこととことが反映されてるというのとやっぱ割決めきれないっていうのがあるのかもしれないですね一本かぶりではないですじゃあ これを元に予想してみましょうまずやっぱり新山渡辺どっちが最終的に逃げているのかっていうのがこのレースポイントだと思います、えー、前は新山が取るでしょうそれを渡辺はいつタイミングでどういうふうな掛け方で叩いていくのかもし新山あの渡辺がですね小野に優勝してもいいっていう 逃げ方で行くんだったら新山かぶっちゃって引かされて番最悪7番手とかあるかもしれないですね当然やっぱり諸橋も南もなん,かなんか3人についていきますからね。 まあ渡辺雄太がとを叩いたとこを新山がこうどう反応するのかっていうのはやっぱ渡辺雄太の抑え次第だと思います。でえっ、ー、と消し出した結論はやっぱ渡辺雄太自分が残る痛いんじゃないかな。 無理がけしたペースがけしたくないんじゃないかなというのが結論です後ろを引き出すことは考えてない自分が残るところから仕掛けて、えー、無理にあのオーバーペースで叩いたりはし,しない審査を倒すことよりも自分が勝つ競争というふうな見方をしましたとなるとやっぱり 残り2周過ぎると新山行っちゃいますよねとなると結局新山が逃げて渡辺がまくり中段には南とか諸橋がいるんでしょうねでまあ南も諸橋もまくりの決まり手はあるんで特に南は最近まくり多用してますからね まあ3半ぐらいからまくり追い込んでくるんじゃないかなまあ多少早い早くてあのタイミングが合わずっていうケースはあるかもしれませんがまあ基本的にはそれでまくりいきれればすごいんですけどまあ新山の調子がいまいちだけにね南でも諸橋をまくってしまいそうな予感はします。 まあ早めにまくれば渡辺雄太もチャンスが出てくるんでしょうねまあでも渡辺雄太もあの最終ホームから後ろに置かれても突っ張られても最終ホームから行くのかなっていう気はしますなので結局は新山が逃げて一本棒に近い感じになってそこから 渡辺裕太がまく,まくり始めてロングまくりですよねえー、とそして得意してますからねロングまくりとかホームかましとかでそれに見て合わせた南とか諸橋があまあ縦に踏むっていう流れだと思いますなのでやっぱりあの本命は新山番手を森沢ですね 新山の先行の調子がちょっと気になるものの、基本的にはやっぱり4コーナーまでまくらせないんじゃないかなと思います。でそこから森,森沢、今の森沢だったら躊躇なく縦に踏んでいくでしょうから、あんまりマークの技術うまくない。なので、結局、年の伸に突き抜ける流れが本線 年の伸も準決勝で1着取ってますから、年の伸の差し目もあります。44倍ですからね、まあ、森さんが調子いいから、のぶ届かないんじゃないかなという考え方もありますけど、年の伸も決勝戦が結構、F1 だったら決勝戦強いって印象がある,あるんで、ちょっと G3 にしてはあの SS がいないなど落ちるんで。 十分あの射程圏内なのかなという気はします。これをあの突き抜けを本線にしたいと思います。そしてやっぱり渡辺、うん、力で持ってきますよね。それほど出来じゃないとは思うんですけどやっぱり自力のスピードであれば渡辺ですしやっぱり一番点数持ってますからねこれ無視してはいけません。 それからあの自力が多用するようになった南前を任されて自在に走れる位置取りもやるかもしれませんからね、えー、諸橋、えー、一応この二人に関しては裏も押さえてるんですけど まあ、基本はやっぱり、森沢。頭重めと考えてください。以上、あの、これが函館記念の私の予想の結論です。はい、以上、ご視聴いただきありがとうございました。えー、ゲーム動画でいこうは、あの、現在、チャンネル登録者数九百人を。 えー、超えることができました。皆様のおかげだと思っております。1000、えー、人を目指したいと思います。1000人できれば収益化もできるえー、っと可能性があるんで、えー、そうするとやっぱり動画のモチベーションも上がって。 え皆さん、いい動画をお届けできると思うんで、ぜひぜひチャンネル登録を、ご協力をよろしくお願いいたします。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。Twitter もやっております。よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。